先生方、いつもお疲れ様です。キリハです。今回は本日から始まりました合同火力演習の護衛演習について遊び方とフェーズ4を3回クリアした編成を紹介したいと思います。今回結構ギミックが分かればそんなに難しくなかったので、とはいえ火力はいるんですけど、レンタルなしでやってますので、今回最強の水着の花子は1回しか使ってません。皆さんは水着の花子を持っていたら、レンタルで水着の花子をもらって2回使った方が絶対に早いので、参考にしつつも助っ人を使ってしっかりスコアを出していきましょう。それでは早速やっていきます。まず遊び方ですが、護衛演習は毎朝4時にチケットが配られます。3分の3になるまで補充されますので、毎日消化する必要がありますのでご注意ください。演習を開始するには右の演習開始でチケットを使ってスタートするか、左の模擬演習でチケットを使わずに練習をするか、どちらかで開始することができます。最初はクリアできるか分かんないと思うんで、模擬演習で練習をしましょう。模擬演習を開始しますと、本番と同じように1時間のカウントダウンが始まります。1時間の間にこのフェーズ1からフェーズ4まで選んで3回クリアすることで1回の演習が終了となります。チケット1枚が終了ってことですね。この3回のスコアの合計で報酬がもらえます。報酬は左下のこの報酬情報に書いてあります。スコアが高ければ高いほど演習コインがもらえますので、ショップでアイテムと交換することができますし、スコアに応じてクレジットももらえるようになってます。そしてフェーズ1からフェーズ4なんですけども、フェーズ1が初心者向けでだんだん難しくなっていってフェーズ4になります。1回のフェーズをクリアした生徒は次で使えませんので、生徒数が結構必要な演習となっております。最初に全力を出してフェーズ4を頑張ってクリアしたけど、次は戦力がいないからフェーズ3にして、次はフェーズ2といった感じで選ぶこともできます。それで3回クリアってことですね。ちなみに1人チケットから生徒を借りてチャレンジすることができます。一度チケットを使ってクリアをしてしまえば、こちらの相当が使えるようになりますので、1日1回チケットを使えば、あとは相当で処理しても OK です。そして護衛演習というのは、アバンギャルド君というこのロボットを守りながら戦うという感じですね。このアバンギャルド君の HP は左下にあります。これが削り切られてしまうと終わりってことですね。敵を早く倒すか、ヒーラーで回復してあげる必要があります。以上が遊び方となります。はい、次に各フェーズのギミックについて説明をします。フェーズ1からフェーズ2に関しては特にギミックはなく、市街地戦で敵が弾力装甲という防御タイプとなっております。敵が弾力装甲の場合は、こちらは振動タイプの生徒が有効となっておりますが、数がかなり少ないので持ってない方も多いと思います。その場合は爆発は苦手で 50% のダメージしか出ませんので、それ以外の攻撃タイプ、貫通、神秘を使うことで 100% のダメージを与えることができます。振動の生徒が足りない場合は貫通、神秘の生徒を使いましょう。そしてフェーズ3になりますと、特殊ルールが追加されまして、アバンギャルド君は一定時間ごとに感電状態になります。感電状態は周期的にダメージを与え重複します。つまり、ほっとくとアバンギャルド君があっという間に殺されてしまうということですね。で、この感電状態なんですけど、ほっとくとあっという間にアバンギャルド君が落ちてしまいます。で、回復が間に合わないレベルのダメージになりますので、回復するよりも、この感電状態を解除するのが大事になります。早期決着でさっさと倒せればいいんですけど、そうできなくて長期戦になる方は、ヒーラープラスこの感電状態を解除できるキャラクターを入れる必要があります。弱体状態を解除できる生徒としましては、スペシャルのマリー EX スキルレベルが3以上必要ですが、千夏、さらに星3のルミなんかも弱体状態を解除することができますので、これらのキャラクターを駆使してアバンギャルド君の感電状態を解除して長期戦に持ち込むことができます。そしてフェーズ4になりますと、敵の HP が減少する代わりに防御力が増加しますということで、防御力減少が非常に有効な敵になります。範囲で防御ダウンができるキャラって結構少ないんですけどね。卑怯や霞、バニー・アスナなんかが有力な候補となります。水着花子の火力があれば押し切れちゃうんですけどね。これが各フェーズのギミックとなっております。それではここからはフェーズ4を助っ人なしで3回クリアした編成を紹介しようと思います。まず1部隊目はこちら。2部隊目と3部隊目はかなり長期戦に持ち込んでいますので、ここでスコアを稼いじゃいます。30秒ぐらいで決着ができるので、ヒーラーは必要ありません。で、問題の2部隊目以降はこちらになりまして、この部隊はマリーの EX スキルでアバンギャルド君の感電を直して長期戦に持ち込む部隊となります。霞も防御力ダウンを持ってますので、霞の防御力ダウンをかけて、モミジとレンゲで主にダメージを稼いでいきます。
星野はコスト回復要因ですね。最初に打ちます。アルカもサブスキルでコスト回復が早くなりますので入れてます。そして3部隊目はこちら。一花は星3であんまり育ってないんですけども、とりあえず倒すことはできました。不況で全体的な防御ダウンをかけて、マキもノーマルスキルで防御ダウンをかけてくれますので、置物役として入れてます。チナツは EX スキルレベル3以上で弱体を解除できますので、チナツのスキルを使ってアバンギャルド君を回復しつつ、感電状態を直して一花で攻撃をしていきます。一花と桔梗どっちもね、コストが重いので、ウイでコストを半減していきます。それでは一部隊目から解説していきます。はい、それでは解説していきます。基本的に花子の水ゲージを貯めて3連射して終わらせたいので、まずは水ゲージを貯めることに注力します。初手でムツキを打って、一番前の真ん中のオートマタに白子を打って防御を下げて、彼を花子にかけていきます。はい、そしたら4コストまで待って、アコを花子にかけて、花子、ムツキ、花子、花子で終わりを目指します。ちょっと残ったらフレキシブルに白子を打ってください。はい、以上で終了となります。ここでタイムを稼いでおけば残りが長期戦になってもかなり楽になりますので、ここは頑張っていきましょう。それでは次に行きます。はい、それでは2部隊目です。まずは星野のスキルを打ってコスト回復を加速させましょう。2分40秒ぐらいのところでアバンギャルド君が感電します。で、感電したかどうかはこの雷みたいな青いアイコンですね、これがついてると感電してますので、それをマリーで解除してあげます。そしたら8コストぐらいまで待って、カスミ、モミジ、レンゲと続きます。はい、そうしたらまたちょうどアバンギャルド君が感電しますので、マリーで解除してあげます。大体7から8コストぐらいでまたカスミ、モミジ、レンゲと続きましてマリーで解除しての繰り返しになります。切り込み隊長の名は伊達じゃないんだよ。はい、2部隊目はこんな感じになります。結構ギリギリなのでマリーもある程度育ってないといけないかもしれないですね。それでは次に行きましょう。はい、それでは3部隊目に行きます。まずはウイをイチカにかけて2分40秒ぐらいのアバンギャルド君の感電を待ちまして、地夏をかけます。はい、そうしましたらコストがたまり次第桔梗を打ちます。決まりを一花にかけておいて、桔梗のノーマルスキルで振動特攻が一花にかかったら一花を打ちます。そしたらまた地夏をアバンギャルド君にかけて、ウイを今度は桔梗に打ちます。コストが溜まり次第桔梗、決まり一花と続きます。
今度おごるんで。はい、そうしましたらまたチラツをアバンギャルド君にかけます。この気境で終わらなかったらまたウイをイチカにかけて、イチカのスキルで終わりにします。はい、以上で終了となります。もちろん水着の花子をレンタルしてやった方が圧倒的に早いので、皆さんはチケットを使って頑張ってください。これでも報酬の140枚はもらえます。ということで今回はこの辺で、また次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。